ということで、どうもよかったです。こんにちは。ということで、本日はですね、記念すべき美しき2021年最初の動画はですね、バレエダンサーが羽生結弦さんの天と地と、分析してみた。そう、まあね、あのフィギュアスケーターさんもそのバレエをこの練習に取り入れるっていうのはすごいね、有名だと思うんですけれども、実はね、僕のバレエ団のディレクターとか、あとはね、このダンサーさんとかもね、もう昔、フィギュアスケートをやってたっていう人もね、結構まあ、いらっしゃいまして、まあだからそのバレエとね、結構このフィギュアスケートは結構まあ親戚みたいな。ただね、こうフィギュアスケートに関しては僕は本当にその素人なので、まあ僕あのおばあちゃんとかおじいちゃんとか一緒に暮らしてたんで、なので、そのテレビつければね、こう常にこうフィギュアスケートが流れてるって環境で育ってはきたもののっていう感じなので、まあ前回同様、そのバレエダンサー視点で本当にこの独自の視点でこう分析していくっていうのはね、そんな内容のものをね、やっていこうかなと思います。 Before we start, let me tell you something here. Today is the first day of the rest of your life.よろしくお願いいたします。おっと、しょっぱなからね、ちょっと覇王色の覇気にいきなりちょっとやられちゃったんですけど、私のデータによりますとね、これ今回はその武神というところで、その戦うキャラ、本当にまあちょっとストロングなキャラだと思うんですけれども、最初のこの目ですよね、もうスイッチ入ってると思います。この時点でバレエダンサーとかだと、この袖にいる間はね、こうお客様から見えないので、まあ本当にこう集中して、その間にこうスイッチを入れて、もう舞台に出る瞬間の時にはもうすでにスイッチが入ってるっていうね、まあ状況なんですけれども、フィギュアスケートの方はね、袖がないので、どのタイミングでこうスイッチが入るのかとかすごい気になっていて、音楽がやっぱりね、キーになるんじゃないかなと。で、今この瞬間にね、ドゥルルン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 、この時点でもうこうゾーンに入っているので、ちょっとね、こう見る側からしても本当にちょっと心してかからないと、かからないとちょっとね、やられてしまう可能性なので、ちょっとね、真剣にいきます。いきますよ。5年ぶりの全日本の挑戦、4回転ループ、決まりましたね。うん。まあ、やっぱこの4回転ジャンプですよね。まあ、バレエだとね、まあ、限界でこう3回転、空中では3回転するんですけれども、あんまりね、こう振り付けに入れないんですよ、実は。っていうのも、3回転だとやっぱりちょっと空中のね、この姿勢がこうちょっとクチュクチュってなってしまったりするので、まあ、バレエはこの空中の姿勢っていうのがすごい大事なので、この高さですよ。そう、やっぱりこう回転数が多いほど、こっちのエネルギーをやっぱ使いますけど、こっちのエネルギーをね、結構おごそかにしがちなんですよね。なのに、この4回転もこっちのエネルギーを使っているのに対して、このジャンプの高さ、ちょっと圧巻ですよね。このエネルギーとこのエネルギーの、このバランスは、本当にこのミリ単位になってくると思いますので、このエネルギーの放出がどっちに向いているのか、そこもね、ちょっと、この行を使っていきたいと思う。これから見ていきたいと思います。はい、簡単。いきましょう。食べるところが多い。はい、今から皆様にチャンスを与えます。ここアタックチャンス、アタックチャンス。今この瞬間で美しいと思うポイントを一つあげなさい。一つですよ、たった一つ。ここマダガスカルだ。ちょっと真面目にいきますね。はい、ここですね、この2番のポジションのこの太ももの裏の部分、はい、この部分がこうちゃんとこうふわっと筋肉がなってきますよね。はい、これ見えますか？ここ分かります？この筋肉量ですよね。男性バレエダンサーだと結構パドゥドゥって言って、この女性を持ち上げる、リフトするのに結構この足のね、太ももの筋肉を使うから、結構ここの筋肉がね、発達しがちなんですけれども、まあ羽生様はそのリフトはやらないけれども、やっぱりこの瞬発のね、力っていうのはすごい必要になってくると思うので、にもかかわらず太すぎない、筋肉が太ももで、かつこのね、この太ももの裏の部分、筋肉がちゃんとついてるというところでは、フィギュアスケートの踊る上で、このどれだけこの筋肉量が必要になってくるのかっていうのを、そこら辺もね、こうミニターンになってくると思っているので、まあ、ここから伺えるのは、この羽生様の体っていうのは、これ歩くとか座るとかの、そういう風に作られたものではなくて、この踊る、舞うように、こう専用に作られた体なんでっていうのが、ここからね、伝わってくると思います。はい。噛んだ、噛んだ。行きましょう。次行きましょう。もうダメ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 。音跳ねですよね。なんかこう風がこっちにも
なんか吹いてる。うん、なんか風感じるんだよな。Whoa, whoa, whoa, whoa. Contemporary, yeah. Yes, yes, contemporary. 一旦ここ止めます。一旦ここいただきます。そう、前回もね、この羽生様のこのね、首の長さ、生まれつきのこの首の長さとか、このね、肩の感じとか、生まれつきのノーブル感っていうのはすごいね、前回もお話しさせていただいたんですけれども、このアームスの使い方ですよね。バレエって結構ね、こう肘を張って、肩をこう落として、こう肘を張っていくかって。結構ね、こう力強いポジションを使うんですけれども、羽生さんの場合は結構ね、こう肘をこう落として使うから、武神でね、このシャープな感じもありつつ、この妖艶な感じ2つ両方出しているのは、ここら辺はこの羽生様しか出せないワールドっていうところもあると思うし、技術的なところで言うと、この滑らかな動き、今ねコンテンポラリーみたいなこの滑らかな動きっていうのは、柔軟性がふにゃふにゃあればできるっていうわけではなくて、こう体幹がね結構しっかり強くないと、この滑らかな動きっていうのは意外とできないんですよ。ちょっと皆さん今やってみてください。こうやってね、いやこれやっても全然わかんないから、ね、まあ特にね、この表情、氷の上でのこの滑らかな動きを出せるっていうのはね、多分ですけれども、僕の予想ですよ、うん、腹筋多分100枚は割れてると思います。いきます。うん、表情ね、表情と表情がかかってます。ちょっといいですか、ちょっとここちょっとここに来てですね、ちょっとバレエとか関係なしに、ちょっと素人的な発言になってしまうんですけど、すごいここ重要なのでお話しさせていただきます。髪ですね、羽生結弦さんの髪なんですけれども、例えばね、これ僕みたいにこういう状態、こういう状態、こういう状態になるよね。なんも美しくないですよ。いくらね、こう美しく踊ろうが、こうなっちゃうんですよね。だから僕が踊るとね、こんな感じ。もう初日の出、みんな明けましておめでとうございますっていう感じになってしまうので、まあ先ほどこの顔がね、ドアップで映った時もやっぱりハンサムだなと思ったんですけれども、このね、踊ってる最中のこの髪がふわーってなってる状態でも、このノーブル感、王子感が出ている。ちょっとそこはね、私としては嫉妬してしまうところではあるんですけど、羽生様の場合はね、なんだろう、こう、そよ風。うん、風は風でもそよ風というか美しい風ですよ。なんとなくどうでしょう、このギリシャ神話で吹いているような風が羽生結弦さんなのかなっていうね。なんかこう踊り見ててもね、うん、風がなんか吹いてんですよね。ちょっと寒くない、ここ、ここなんか寒いんですよ、さっきから、うん、風かな、そよ風が吹いてる。止まって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 止まった。フィギュアスケートの知識あんまないんですけども、そこの中で聞いたことがあるのは、このジャンプ、回転ジャンプの時は音でこう行くっていうよりも、どっちかっていうとこうちょっと無視して自分のリズムで飛ぶっていうのを聞いたことがあるので、そのね、こう音をキャッチするためにちょっとね、ジャンプがねずれてしまうとか、タイミングがずれてしまうというので、まあその理由っていうのは全然わかるんですけれども、じゃあなんでその直後に音に合うのこれ、手回ります、アラベスク折れました、でその後ダボダボエネンターンターン、なんで合うのかなっていうのはすごい不思議でここで考えておりまして、ということで、ね、ちょっと僕なりにちょっとね、ここ考察してみました。うん、理由一つ目になってくるのは、音のね感覚というか、まあリズム感っていうのは練習っていうよりもね、どっちかというとね、才能の部分になってくるんですよね。だからその羽生様はまあ生まれ持ったものにたくさんいろいろ持っているんですけれども、ちょっと音感っていうのも生まれつきちょっと持ってしまったのかなっていうところが、まあ考察一つ目。二つ目の考察でいきますね。技術力ですね。うん、このジャンプの技術力というか高すぎるから、そこからちょっと生まれてくる余裕、うん、普通の人だったらね、こうジャンプ飛んで、ランディングした後はやったー
ってなると思うんですよ。なのにそこから羽生様の場合はこうジャンプして終わりました、でその次のもうアクション行ってます、あジャンプ飛んで降りたよかったっていうその瞬間がもうない、降りました、はいもう続きます、はいここまでがジャンプですっていうのがもうできているから、それはもうね圧倒的な技術力から生まれてくる余裕ですよね。まあだからこの表現っていうのはね、この圧倒的な技術の上に成り立つものだっていうのは羽生様の演技を見てるとわかるし、まあ、身体表現の真髄ここにありって感じですよね。うん、ちょっとこれね、前回もお話ししたかな、2番のポジションってね、結構このごまかし、ここが、ちゃんと股関節の部分から開いてるかっていうのが、これね、確か前回もお話ししたと思うんですけれども、4番ですね、4番のターンアウトで、ここした時に結構ごまかし、効かないんですよ。ここでね、結構こうかかとが、いっちゃうっていうのがありまして、しかも表情でね、ここがターンアウトしっかり取れてるっていうのはびっくり。ここら辺はね、まあさすがというところだし、で、あとね、ターンアウトもそうだし、この瞬間ね、実はこう、顔をね、頭全部こう、いっちゃってるんですよ、こっち。こっち行っちゃってるってことは、平行感覚一回ね、なくなってると思うんですよ。その平行感覚を一旦なくしてからすぐに戻って次のアクション。まあどうなんでしょう、本人からしたらね、そんな全然簡単で、まあどっちかというともう本当にピースオブニューヨークチーズケーキっていう感じなのかなという思うんですけれども、ちょっとどうでしょうかね。まあ一応ちょっとね、解説させていただきました。はい。回転してる最中でも、回転してる最中にダダン、どうなってるんだろう。全日本の長い歴史に刻み込まれたらいい。いやーちょっとこれびっくりするのはですね、ちょっとまあびっくりポイントたくさんあったんですけども、何がびっくりしたって、まあ転倒とかね、大きなミスもなかったし、さらにはね、こうまあ素人目に見ても細かなミスが見当たらなかった。ここからは仮説です。うん、僕の仮説になってくるんですけれども、大抵ね、そのなんでしょう、スペースとかのちょっとね、あここちょっと本当はもうちょっと膨らんで使うはずだったのにとか、あとね、あここちょっとやべ、今ちょっと一瞬遅れてるから次のちょっと音をキャッチしなきゃなとか、絶対ねあると思うんですよ。結構そこ僕ね、行を凝らして見ていたんですけども、全然こうなんか目に入ってこなかったっていうところで、ちょっと本人は納得いかないかもしれないですけれども、これこそまさにパーフェクション、うん、まあ完璧、パーフェクション、パーフェクションっていうのを言えるんじゃないかなって思いますね。すべてを超越してみせました羽生結弦。ようやく今表情がほどけます。コーチ取材でまだ戦ってきた今シーズン、ここまで表情ほとんど崩さず、これも演技のうちだと。そういうことですよ。うん、そういうこと、うん、そういうこと。解説者の方がね、なんか表情がちょっとね、一瞬なんか緩みました的なことを言っていたんですけれども、僕の目はですね、あの瞬間でもちょっと武神入ってましたよねっていう、演技で輪をしてる間も武神入ってました。うん、入ってました。4方向やりました。で、そのはけていくところも、うん、武神入っていました。で、最後、リンクから降りる瞬間、あれ武神どこ行った、あれ、え、武神今いたよね、あれ消えた、え消えた、今武神、ええバレエダンサーっていうとね、その舞台でこう幕の墓に入っていくときに、こう吐ける、この瞬間で気抜いちゃダメなんですよ。ここでまだ見えてますから、はい、で、ここもまだ見えてます、はい、で、入りました、入ってから 1,2,3,4,5 歩目ぐらいからやっとこう、はぁって気抜けるんですよね。うん、まあ、フィギュアスケーターの方ではこのリンクの入れ間っていうのが、まあ、それに当たるっていうところでは、まあ、なかなかちょっとね、興味深いところではありますけれども、すいません、今からちょっと計算しますね。画面暗くなっちゃったちょっとこちらの演技なんですけれども、そのコロナ禍でやっぱりこう練習してたってところで10
ヶ月コーチなしで実はこう練習をしていたっていう、このフィギュアスケーターの中でもこのトップの人でこうコーチなしでこう大会に臨むっていうのは前例がないみたいですし、僕なりの分析になってしまうんですけども、羽生さんはどっちかっていうとね、こう自分の中でこのワールドを作って、自分の中で、あ、これやって、次これやって、これやってっていうのを、まあ本当にもう自分でできちゃう方なので、まあ10ヶ月自分で、まあ、やったって10ヶ月ってすごいけれどもね、まあそれやっぱできちゃう人なんだなって思うし、ただね、その客観視するっていうのは私たち限界がありますからね、そこがね、どうなんかこう練習したのかっていうのはすごいこう気になるというところ、うん、まあちょっとね、羽生様ちょっと YouTube チャンネルとかもね、解説しないのかなとかね、そこら辺もね、なんか舞台裏とかで、ね、見れたらすごい嬉しいんですけれどもね、はい、ちょっとね、はい、ということで今回はね、その羽生さんのね、演技の分析をしてみたんですけれども、もう本当に圧巻の演技だったんですけども、それをちょっとね、一旦置いておきまして、ちょっとね、皆さんの話を最後にしようかなと思うんですけれども、僕がちょっとね、今回感じたこと、羽生様ではなくて、まあなんでしょう、どの業界でもね、この物心がついた時点で、こう、頑張る環境があって、ある種こう、演技する環境があるっていうのはもうこう当たり前であったりして、その環境にね、こういろんな人にこう感謝をするっていう気持ちはあれど、やっぱりその環境を実際に作った人のこのプロセスっていうのは見ていないから、実際にこう感謝の気持ちって言ってもなかなかこう難しかったりすると思うんですけれども、ただね、今回のこのコロナの影響ってやっぱりこう当たり前にあったものが当たり前ではなくなって、やっぱりそれに気づいた時にこう踊れる、今踊れるこの瞬間に感謝したり、この練習できてる今のこの瞬間に感謝したり、客様に感謝、スタッフに感謝、あとはこのそれをね、この業界をこう築き上げてきたその先代の人方々にこう感謝するっていう、そういうのをね、こう僕含め、いろんな人がね、結構こう実感した、年だったんじゃないかなというのも考えておりまして、羽生さんね、この最後のコメントでこう見ている人にこう何かをこう感じ取ってほしいとか、であとこうこの舞台をこう去っていくときに、皆さん、あの、健康で帰ってくださいというこうお声掛けをしていたのをちょっと見たときに、コロナの前から、普段からそういうのがね、こうできていたっていうところがこう垣間見えたので、やっぱりちょうどね、そういうところを見ても、スターだなと、やっぱりそのコンペティションのところでも1位もかっさらっていくし、まあ、そういうね、いろんな面を含めてこうカリスマ性のあるスターが、羽生結弦さんなのかなっていうのもね、感じました。はい、ということで、ね、このチャンネルはそのバレエを広めるということをね、目的に運営しているチャンネルなんですけれども、このね、このバレエっていう業界を盛り上げるためにはね、やっぱりこのスターっていうのがね、やっぱりキーマンになってくると思いますので、ちょっとそういった面でもこの羽生結弦さんからね、学ぶことはたくさんあるということで、羽生結弦さんみたいにこの覇王色をクイッ身につけて、海賊に俺はなるという状況、この YouTube チャンネルもね、頑張って運営してまいりますので、ぜひぜひ高評価と、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。We're on the way to New York City. Take my hand and